愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。では早速ね、今週も Google フォームにいただいた質問相談、まず一つ答えていきましょう。で、今週は大阪府にお住まいのシュークリームさんからいただきました。少し前にいただいたものなんですが、ありがとうございます。私はいつも自宅のリビングで勉強しているのですが、あまり勉強に集中できない時に、ハイチさんが定期的に行っているとある男の自習室を開いて勉強しようとすると、私のお母さん、母親の方、お母さんだね、がなんで YouTube 開きっぱなしで勉強しているのと言って自習室を使わせてもらえませんどう説明すればいいのでしょうか、ということでございます。質問ありがとうございます。まあ、これはですね、まあ、自習室に関してもそうですし、YouTube の勉強動画、授業動画を使うことに対しても、なんでそんなの勉強するのっていうふうに言う方やっぱり今でも多いので、まあなんでかっていうと、親御さんはそういうので勉強してきてないのでね、だから、まあ、理解をなかなかしてもらえないっていうこともあるんですが、でこれに関してはこれは解決策になるかわからないんだけれど、そのシュークリームさんがね、例えばでもこのなんか気分、いつもじゃないんだけど気分転換にこうやって勉強してる人の動画を流してる方が頑張れる気がするんだよねって説明して、ふーんぐらいのリアクションかもしれないけど、それで勉強して結果が出てれば文句は言われないと自分は思っているの。授業動画を見て勉強したとしても結果を出せればね、それはもうとやかく言ってこないと思っていて、基本的にはわかんない、全員が全員じゃないだろうけど、だから、まあ、ひとまずさっきみたいな言い方、そういつもじゃないし、たまに集中なんかね、うまく今日はね集中できないんだよなって時に、なんか頑張ってる人を見ると頑張れる気がするからこうやってやってるんだぐらいな言い方をして、あとは結果を見せてあげればいいかと思いますので、すいませんね、なんかお母さんにもしかしてこうと言われてるかもしれないんですけど、ぜひ使おうとしてくれてありがとうございます。まあ、そんな感じでいかがでしょうか。はい、ということで、今週の本題の方に参りましょう。でタイトルの方にありますように、なんでそんなポジティブなんですかっていうのを、最近言われましたこれ聞いてる皆さんどうだろう、ダラダラジオを聞いてくださってる方って結構まあ、コアなファンの方というか、ハイチに興味を持っていただいてる方が多いのかなと個人的には思っていて、その授業があるチャンネルだよねじゃなくて、ハイチってどういう人なんだろうっていう、その人となりまでその興味を持ってくださってる方が多いかと思うので、私のことを知れば知るほどポジティブじゃねえっていうのをなんとなく感じてくださってる方もいるんじゃないかなと思うんですが、私はポジティブではありません。はい、ポジティブネガティブどっちですかと言われたら根っからのネガティブだと思っています。ただ、ネガティブよりもポジティブに考えている方が人生楽しいよなっていうふうに思っている人間なので、ポジティブの仮面はつけられるようにはしています。はい、だから多分その仮面をつけているところを見て、ポジティブに移っている方もいるのかなというふうに思っていてですね、まあ、その辺をちょっとね今回このダラダラ上で喋れたなと思っているんですが、まあ、ポジティブの仮面というと仮面があまりいい表現じゃないかもしれないね。でも自分の中では結構そのイメージで、もともとですね、まあ、自分に対してもそうですし、ある出来事が起きた時もネガティブな要素、つまり愚痴が出てくるみたいな、何かが起こった時に愚痴ってしまったりとか、自分自身のことだったらダメ出しをしてしまったりとかっていうのはネガティブな要素が出てるじゃないですか。でそれはやっぱ思いついちゃうんですよ、特に自分へのダメ出し。まあみんなもあると思うんだけど、他人と比べたら自分のが下に見えるってあるでしょ。そうだから自分もよくそれをやってしまうわけですよ。でそれをやってる自分を責めることはしないです。多分俺はそういう人間だし、人として割とリアルというか普通の感情でしょ、しゃーないよねぐらいな感じには思ってるんですよ。でもそこでプラスアルファをいつも持つようにしてて、それって別の視点で見れないのかい俺って聞くんですよ。これをすごく大事にしてて、でもともと最初やってたのは塾講師の時とか、まあ営業マンの時からもそうですけど、いろんなものに対して褒められる要素ってないのかなってやるんですね。営業の時によく練習をするんですけど、先輩とかにさ、シャーペン渡されるんだよ、その辺のポンってね、なあなあ、でも本名失っちゃったなあなあって、これさ今さ30秒でさ、これのプレゼンして良さ俺にアピールしてみたいな、ただのシャーペンよ、100均とかで売ってる、それを良さをアピールしていく、だからつまり褒めどころを探していくっていう練習を、まあ営業マンの時にしたりするんですけど、
であれは結構自分の中では、うん、今でもよくやるというかいろんなことに対してだから子供たちに対してもそうだけど勉強が苦手で入塾してくる子塾に入っている子って勉強ですごくずっと怒られ続けてる子が多いんですよだから宿題とか、テストとかも嫌なものにしかネガティブな思い出しかないんですよねそういうふうに日頃結構怒られることがメインになってる子に対してやっぱり褒め言葉ってすごい刺さるし最初刺さんないんだよもうガードが厚すぎちゃってでも一回刺さるようになったらすごい届くようになってやっぱり本人も変わっていくからでやっぱり褒め言葉っていうのは褒め言葉っていうかちゃんと届く褒め言葉っていうのは本当の気持ちが乗ってなきゃいけないしでそういうところを探すためにもやっぱりそういった経験を生かしてやってきたわけでそれを自分にもしようって思ったんですよそうだから例えば俺めちゃめちゃ頑固なんですねすごく自覚してる頑固なのでよくないと思う頑固って表現でよくないじゃんか確かに頑固なことによって損をした場面は絶対にある俺はでも頑固って言い換えたら意志が固い意志が強いなんだよねって言ったらよく聞こえるじゃんでも意志が強いから俺ここまで多分 YouTube やり続けてこれたと思ってるの、うん、だから一長一短なんだよねそういうものに自分の性格一つ取ったとしてもだからどうしても自分に対しては無条件にこう落としてしまう、自信をなくす方に持っていっちゃうネガティブな方に持っていってしまうからそれを違う面で考えられないかなっていうのはものすごい練習をしてそれはもう今多分無意識でも思いつくちゃんと両方だから落とすネガティブな表現と上に上げるポジティブな表現を両方パッて出てくるようになるのねその中で、意図してポジティブな方をちゃんと選んでいく、まあ、ポジティブな仮面をつけていくっていう心の底からはだって本当はね根っからのポジティブだったらさ最初からそっちが思いつくってねだけどそうはなれないんだ俺きっとまあなれるのかないや無理だなうんなろうと思ってないしちょっと諦めてるしそこに関してはでもそれでよくて俺は多分それでよくてって言えてるここもそうよねそう、それでいいんだよって思えるようになったからだから、まあ、ポジティブかどうかって言ったらポジティブではないとは思うんだけれども多分動画とかでもたまに話すけどさ自分に対して落とす言葉と自分を褒める言葉っていうのをフェアであってほしいってだからよく寝る前にさその日一日頑張れたこと自分褒めてから寝てねってよく言うじゃんそういうのは自分の自己肯定感とか自分を褒めるっていうのを習慣化させるために言ってるのよくだからそういったことをやり続けた結果が今の自分みんなが見えてる今の自分なのかなというふうには思ってます、まあ、もちろんこれは答えがある問題ではないし別にねネガティブで生きたっていいじゃんって言われたら、まあ、どうぞどうぞって思うよ、ね、無理やりポジティブに生きるなんて思わないけど俺は程よく自分のことを褒めて生きていたいんですよその方が俺は人生楽しくなったから楽しくなったし心に余裕ができるからさ自分に自信がつくというか自分を褒められると心に余裕ができるからやっぱり周りの人に対しても視野が広くなる褒めどころも探せられるし支える力とか励ます力っていうのもやっぱり湧いてくるんだよね、だからそういうふうにこういう活動をしてるとさいろんな子どもたちとつながることができるからより自分の中でエネルギー源のこう溢れ出てくるものっていうのをやっぱり確保してたいんだよね、まあもちろんへこむこともあるしあの多分ダラダラジオとかでもさズンっておいハイチ落ち込んでんなみたいな時もあると思う。それはさしょうがない。俺も人間だからね。だけどできる限り動画を見てたとかさ、このダラダラジオを聞いて、あもうちょっと頑張ってみようかなとかって癒されたなとかって思ってもらうためには、やっぱりそれなりに自分のエネルギー源がなきゃいけないと思ってるので、俺はそういう風に生きてます。はい。だからそれがね、本当みんなに合うか合わないかはあると思うんだけど、そういった考え方もあるんじゃないのかなっていうのは。1個持っといてもらえるといいんです。選択肢ぐらいで、あのね、みんながみんな真似しなきゃいけないと思わないんだよ。ただ選択肢がある中で選ぶっていうのはすごく大事な生き方だと思ってて、一通りしかないより二通り三通りってあった方がいいと思うんだよ。選択肢はね、選択肢があるから迷うっていう悩みも出てくるけど、のが思ってるからさ、36歳でそういうこと言ってたやつがいたなぐらいな感じでね、今回のダラダラジオを受け取ってくれたら嬉しいです。はい、ということで今週のダラダラジオは以上でございます。まあ、毎週ね、もう言ってますけど、今ボイシーっていう、まあ、ちょリンク下にまた貼っときますけど、今アプリの方でさ、まあ、ボイシーっていうサービスの方で本当ラジオに特化したやつなんですけど、今こうやってダラダラジオの最初でみんなの相談答えてますけど、それを毎日投稿で1件ずつ答えてますので、今のところ毎日投稿まだやめてないから、崩してないから、もしよかったらね、興味ある方はそちらの方も聞いてみてください。なんか高校生とかが学校行く時に聞いてますとか、あのね、
バックグラウンド再生があるから、そう、聞きながら他のやついじれたりもできるらしいんで、よかったらそちらの方も遊びに来てください。ではまたね、来週のダラダラジオでお会いしましょう。明日から、明日休み、あ、ちゃう、それ来週だ、ごめん、来週3連休だもんね。じゃあまた明日から1週間ね、お互い頑張りましょう。それじゃあまたね、バイバイ。